ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーツ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車が日産 GT-R ピュアエディション2014年式2万キロこちらの車両になります。ボンドにしてはめちゃくちゃ珍しい車が入ってきたじゃないですか。意外とお取り扱いをしてるんですけど、在庫車としてこうやってご案内するのって珍しいよね。そうですよね。そう、土方さんからお話いただいた時にって、GT-R 紹介できるんですかってびっくりしたぐらい、はい、まあ、お客様では乗られてる方は非常に多いですけれども、そうですね、なかなか商品車でこうやってご紹介するのが少ないということで、うん、はい、ただボンドの場合輸入車を中心には取り扱ってますけど、はい、国産車ももちろん取り扱ってるんで、特に GT-R なんて言ったらもう歴史もあって、はい、まあ、見方によってはポルシェのライバルでもある車じゃないですか。はい、ここをもう紹介する時が来たなと。やっと来た、はいはい、というわけで今回改めましてご紹介させていただきます。でまず GT-R なんですけど、うん、正直僕全然知識が、はい、3,4 までは結構触らせていただいたんですよ、うん、前職だったりとかで、うんうん、ただ3,5になった直後ぐらいにボンドに転職してるんで、あんまりこう触れてこなかった車なんで、うん、詳細わからなかったっす。で今日できる限り勉強したんですけど、うん、これ多分見てくださってる方の方が詳しいパターンだと思うんですよ。確かに、はいはい、なんで間違いだったりとか足りないところあると思いますけれども、はい、まあ、その辺はご了承いただいてコメントなんかで教えていただけるといいのかなと。でこの車に関してはもう語り尽くせないと思うんですよね。そうですね、言ってしまうと日産を代表するというよりももはや日本を代表するですよ、過言ではないですからね。スポーツカーということで、はい、しかも歴史もめちゃくちゃ長いんですよね。2008年からもう本当にこうスタイリングもの小変更ありつつも、うん、まあ、継続して同じ車種をもう16年ぐらい、うん、はい、継ぎ方の噂もされてますけど、もうそんなに長くで、しかも普通の国産車と違って毎年こうアップデートをするっていう体系を取られた車なんですよね。モデルイヤー的な感じですかね、はい、輸入車なんかだと結構そういうのありますよね、はい、国産車であんまりそういうのってなかったないですね、うん、で本当に紹介するにしてもしきれないと思うんですよ、うん、で僕もいろいろ勉強したんですけど、はい、勉強止まんなくなるやつなんで、はい、まあ、できる限りでお届けします、はい、でまずこの GT-R なんですけど大きく分けて3世代というか前期中期後期、うん、なるほど、あるということで、スタイリングの違いももちろんそうなんですけど、はい、もう細かい仕様がそれこそモデルイヤーで全然違うので、うん、今回ご紹介するのが中期型、うん、そうですね、はいはい、で他にもグレードもいろいろあって今回ご紹介するのがピュアエディションということなんですけど、これ言ってしまえばベースグレードなんで、そうです、ベースになるグレードですね。で途中からネーミングが変わってピュアエディション、うん、はい、はい、まあ、物はいいようだなってちょっと感じてしまいましたけどもうベースがもう本当にこだわった車じゃないですか、はい、だから本当になんかベースって考えるとちょっと省かれた感普通の車だとあるんですけど、うん、GT-R とかの場合違いますよね。違います、本当にポルシェに近いというか。そうですね、はい、もうベースの性能がめちゃくちゃ高くってそれプラスアルファ豪華になったり快適になったりパワーが出たりということで、うん、はい、要はベースを持ってるわけですから。そうですよね、はい、まあ、基本的にどんどんオンしてる形。そうです、ベースありきなんで、はい、なんで普通の車の、まあ、ベースグレードとちょっと捉え方は違うのかなと、はい、で他にもブラックエディションとかプレミアムエディションとか、うん、また単発でアニバーサリーなんかもいっぱいあるんで、はい、なかなかこれ選びきれないと思うんですけども、今回僕が勉強した限りかなりいい、まあ、今回買取なんで、はい、選んでこう入庫したわけではないですけれども、うん、はい、今回のこの14年式のピュアエディションかなりいいんじゃないかなと、うん、そしてコンディションもいいんですよね。はい、状態はすごくいいです、はいはい、で結構 GT-R ってもう車は車なんで酷使されてる車も多いじゃないですか。いいですね、なんですけど今回の車は非常にコンディションもいいおすすめ車両になってるんで、うん、詳しく外観からご紹介したいと思います、はい、でまず車のコンセプトのところ、うん、ここ外せないと思うんですよ、はい、この GT-R の開発、うん、一番最初に責任者として任命された水野和俊さん、はい、僕も好きでいろんな動画、はい、今ベストカーかなんか の、うん、あ、そうですね、動画なんかも出演されてますよね、はい、めちゃくちゃ見てるんですけど、はい、その方の開発で、うん、ポルシェのターボ S 以上の性能を誰でもどこでもいつでもっていうコンセプトのもと開発されてるらしいです。すごいコンセプト。もう最初の成り立ちのところからゴリゴリにポルシェを意識されてるとはあ。っていうことみたいです。なるほど。注目のポイントとしては、うん、この後紹介しますけど、はい、エンジンミッションを切り離して、うん、後ろに全部エンジン以外のものを持ってったっていうのが、これ GT-R が世界初みたいですね。あ、そうですか。
多分量産車でってことだと思うんですけ ど、これは PM プラットフォームって言って、うん、まあ、重量物であるミッションとかクラッチを全部後ろに持ってって、うん、で4駆なんで駆動でもう一回前に持ってくるっていう。なるほど。でこれ日産の本社になんかフレームとそのエンジンのやつが飾ってあるんですよね、うん、横浜の。ちょっと見に行きたいんですよ、はい。まあ、今あるかどうか分かんないですけど、うん、あの検索するとそれが出てくるんで、まあ、そういった車になってると。でこれあのずっと水野さんが携わってたわけじゃなくって、うん、あの途中で交代されてるんですよね。なるほど。退社されたかっていう話をちょっと聞いただけなんです。2013年頃でしたみたいです、はい。でこの14年から田村さんっていう別の、うん、いわゆる中期モデルからそうです、はい、日産の方が担当されて結構車のキャラクターが変わってると、うん、なるほど。でなおかつこの14年モデルからニスモが追加されてる、うん、それまでって結構スパルタン前期型って特にスパルタンだったらしいんですけど、はい、そうですね、明確にこうキャラクター分けがされて、おー、なるほど、非常に街乗りしやすくなった。でも特化したそういうレーシングなレーシング色の強い方に関してはもうニスモにお任せしてっていうグレード体験になったそうです。なるほど、はい。でまずエクステリアから見ていきたいんですけど、はい、前方の方が4670、幅の方が1895。びっくりじゃないですか。はい、はい、そんな感じしないですよね、うん、はい。そして前後の方が1370ということで、うんうん、あの普段欧州車の約月2メートルみたいなのが多いんで意外にこうコンパクトというかです、ね、幅に関してはそんなにないですけど、いや僕ね今の聞いて全長はもうちょっと長いんだと思ってました。あ、勝手に。確かに確かに確かに、はい、意外と短いですね、うん、というわけで、はい、ちょっと欧州車とサイズ感もただデザインですかね、すごくあのワイドアンドローに見えますよね。見えますね、はい、特にこのフェンダーとボンネットが割とこう高さ、うん、一緒な感じになってるんで、はい、非常にスタイリングも、はい、で大きく変えずに今年までやってますからね、うん、すごい、はい。そしてもう一つポイントとしては車重が非常に重たい。そうですね。なんと車両重量の方が1740キロ、はい、総重量になると1960キロということで、ただこれもむやみやたらに重いわけじゃなくって、結局車を低速で地面に押し付けるのって、うん、まあ、空力効かないんで、はい、車重しかない、うん、でそれこそハガキ1枚分って言われるじゃないですか。そうですね、タイヤのね、そこのグリップを稼ぐには、うん、もうその重量しかない。だあえて軽くしてないっていう。だから結構輸入車、特にヨーロッパ車とそのグリップとか走りに対するアプローチの仕方が全然違うと。で今回乗れちゃうんですよね。もちろんです、はい、というわけで、素人レビューですけどもお届けしたいと思います、はい。あと、うん、中期型ということで、はい、この2014年モデルからのヘッドライト このデザインの衣装も変わって、はい、そうですね、この稲妻をイメージした新デザインのヘッドライトになってると、はい。であと各部なんかこのカーボンのオンされてるパーツとか、はい、あとリップスポイラーが今回ついてますけど、はい、こちらがノルドリンク、はい、車外のものですね、はい。でこれ調べたら、うん、日産のレーシングドライバー開発ドライバーか、はい、の方のやってるブランドチューナーブランドらしいです。間違いないじゃないですか。いや結構エアロパーツって言ってもそれこそ 35GTR もいっぱいあるじゃないですか。ありますね。ドレスアップ目的のから、はい、あの本気のやつまで、はい。でこちらは本気の方、うん、テストドライバーの方がやってるブランドなんで、うんうん、まあ、非常に剛性もあって、はい、空力も当然無視されてないと、うん、というわけでこちらのリップスポイラーもついてる。キャラクターになってますね。そうですね、はいはい。そして横に回っていくと、はい、こちらのお車は今回タイヤホイールが交換されているということで、そうですね、コンディションがいいのがもうここに現れてるなと、はい。で今回はこちら車外の BBS ジャーマニーの方のモータースポーツのホイールが装着されて、タイヤもアドバンスポーツ、はいはい。というわけで純正装着のからすると少し街乗りに振ってある、そうですね、足元とタイヤチョイスなのかなっていう、はい。で GTR もなんか本当にこういろんな使い方されるじゃないですか。本気でサーキット行かれる方もいらっしゃれば、うん、もう街乗りメインで使われてる方もいらっしゃるんで、うん、まあ今後変えていただくっていうのは全然いいのかなと。そうですね、全然ありだと思います。もう今現状このサイズ感であればこれを保存用にしていただいてお好きな、あ、そうですね、はい、っていうのもね、はい、チョイスとしては悪くないのかなと思いますよ。こちらの車純正はないんですよね。純正ないんですよ、はい、残念ながら。ただ装着されているこちらが車検対応、はい、ということで、まあ、こちらを本当に保存、そうですね、また車検流行冬用なんかに取っておいていただくっていうのは全然いいのかなと、はい。そしてブレーキの方も6スポット、はい、そして380倍のフルフローティングのローター、うんうんうん、これもなかなか国産車で今までなかったっすよね。あの考えてみたらそのちょっとごめんなさい、僕調べてないので初期型の後継は知らないですけど、この年式でこれだけのサイズ入れてる国産車ってまあまあ少ないですよね。最近でこそ LC とか、はい、あのフローティングのローター使ってる車なんかもありますけど、そうですね、はい、
でフローティングローターでこのサイズ感ってなかなかですよね。確かに、うん、なんで放熱性もバッチリですし、ブレーキ性能も、はい、でこの後見ていただきますけど、後ろも4ポットのブレンボキャリパーということ で、ね、性能が飛び抜けた足回りになっていると、はい、うん、そしてサスペンションに関しては今回ノーマルっすかこれ、はい、なんですけど、これいろいろ資料を見たらビルシュタインとの共同開発のそうですダンプトロニックっていう、はい、うん、だからもういろんなところがこうプロフェッショナルのメーカーと組んで車の開発がされてると、はい、なんか僕ちょっと GTR の発売当初だったか、まあ数十年前の記憶で定かじゃないんですけど、確かその水野さんがその各メーカーといろいろこう共同で開発するにあたって、例えばビルシュタインだったらビルシュタインからこうじゃないですかっていうんじゃなくて、水野さんからも積極的なアプローチがあって、こういう足回りをにしたいとか、こういうふうにしたいっていう、こういうふうにすればいいんじゃないかって、なんかこうお互いにいろんな掛け合いがあったらしいですね。そしてこれに至るっていうのをちょっと読んだ記憶があります。じゃあ本当の意味での共同開発なんですね。本当そうだと思います。名前だけじゃなくて、はい、提供されるだけではなくて、日産側、水野さん側からもこういうふうにしたい、こういう車にしたい、こういう足にしたい、こういう機構にしてくれみたいなリクエストは相当出したらしいですよ。僕も結構あのドキュメンタリーを見たりとか、読み物もいろいろ読んだらしいんですけど、はい、うん、この足回りに限らずいろんなところを現場とバッティングしたみたいですね、やっぱり。なるほどね、はい、で今までその車両開発に対して一人の責任者でっていうのは日産なかったらしいんですよ、はい、だいたい3人ぐらい置いて車を開発するらしいんですけど、はい、こちらの GTR に関しては当時のそのゴーン社長のもう一人で水野さんに決まって、もう現場とのバッティングがすごかったらしいですよ。そんなにお金かけてどうするんですかみたいな、はい、街乗りでそんなに必要ないでしょみたいな。けどもうレーシング畑出身の水野さんからしたら、そうですよね、そうなんですよ。いやそんなんじゃ本物の車にはならないって言って、もうとにかく現場とバッティングして出来上がったらしいです、はい、だからなんとなくなうる覚えですけど、水野さんってどんな人なんだろうって時に、あ、市販車やってた人じゃないっていうイメージがあって、もともとはレーシングで、なんか 33Z の開発なんかもやってみたいです。スタンダー、はい、あー、どちらにしてもその走りの特化した、はい、おお、ということでいろいろその辺も僕らじゃあ全然語り尽くせないぐらいいろんなのもあると思いますので、いろいろコメントいただけるといいのかなと、はい、そしてあとサイドステップに関しては、はい、これお話聞いたらなんか後期型が移植されてる、はい、はい、後期型の純正を取り付けされてます。だフィッティングもバッチリですね。問題ないです、はい、で色合いに関してはこれガンメタっぽくなってるんですか、はい、そうですね、はい、というわけで濃いグレーですね。あとサイドカーボンのこの辺のパーツがオンされてたりとか、はい、ちょっとこれは詳細分からなかったんですけど、はい、ヘッドライトとあとバンパーのグリルのところに関しては同じく、はい、ノルドリンクのカーボンのパーツになってるそうです、はい、そして本当にスタイリング変わんないっすよね。変わんないです、大きくは、はい、そして後ろに関しては後ろもこの BBS の、はい、そして奥には4ポットのこちらのブレンボのキャリパーがついてると。で足回りの機構に関してはフロントがダブルウィッシュボーン、はい、リアがマルチリンクなってるそうです、はい、うん、まあ、その辺もだからすっごいお金かかってると思うんですよね。そうですね、うん、だから輸入車のスーパースポーツとかだと、まあ、あるあるなその足回りの機構ですけど、はい、なかなか国産車でフロントダブルウィッシュボーンマルチリンク、リアマルチリンクってなかなか今までなかったんじゃないかな。なかった、ありそうでなかったですね。ですよね、うん、結果的には話がちょっとそれちゃうかもしれないですけど、やっぱり日本のメーカーって量産ありきじゃないですか、どちらかというと。なのでやっぱりコスト削減ということではなく、あの大量生産に向いたものっていう思考が強かったから、こういった飛び抜けたデザインだったりとか機構だったりってなかなか使いにくかったと思うんですよ、メーカーとしても。やっぱり僕初めて見た時はいろんなこう評論家の方たちがお話しする本だったり当時雑誌だったりと読み聞きしたんですけど、実際にその見ると造形もすごくて、やっぱり A ピラーも C ピラーもこんな形してるんだっていう、実際の造形を見ると今までの日本車じゃありえない、やっぱりここグローバル的な目線で考えられてるんだな。なんかよくアウトバーン300キロ出しても走れる車だとかって言ってて、まあ、乗った気ないですけど、そんな車なんじゃないかっていう話をね書いてありますけど、開発にそのドイツ、うん、はい、あのニュルブルクリンク、うんうん、あの土方さんに来ましたけど、はい、ね、それも現場とバッティングしたらしいですよ、うん、はい、なんでニュルで開発するのって、はい、国産車だよって結構言われたらしいですよ現場から。はい、ただもうグローバルモデルとしてその辺と戦っていくんだったら、はい、もう絶対ニュルを走らないとダメだって言って、うん、まあ、ニュルを走るっていう。
素晴らしいね。まあ、それからこうタイムのいろいろこう一悶着がありつつの、はい、まあ、開発がされていると、はい、そしてもう一つポイントとしては14年モデルから、はい、足回りがスロー変更されてて、はい、なんかロールセンターも下げられて、あ、いいですね、はいはい、なんか路面の追従性もかなりアップしているそうです、はい、でも細かいところでいくと、うん、あのサスのリンクのブッシュ変更なんか、うん、あとスタビとか、うん、スプリングダンパーなんかも小変更されてて、うん、乗り味がかなり、うん、あのそれ以前のモデルと14年以降で変わってるらしいです。ちょっと当たりを柔らかくしてるんですかね、みたいです、はい、というわけでこんな感じのリアの足回りになっております。じゃあ続いて後ろに回ってきまして、後ろもこれ、はい、ノルドリンクノルドリンクですね、はい、のトランクスポイラーがついてると、はい、うん、そしてあとは下側、うんうん、これバンパーの端っこのちょびってやつ、はい、そのなんかニスモのやつらしいです、これですね、はい、はい、というわけでこんなリア周りになってると、リアやっぱりこの4灯のテールランプが GTR っていう感じですよね、うん、そうですね、あのスカイラインっていう冠は外れてますけど、やっぱり伝統はつながれてるというか、あ、そうですよね、3号 GTR からスカイライン GTR じゃなくて、そうなんですよ、単発のあの単体の GTR になっちゃいましたね。というわけでしっかりこの辺も、はい、もう歴代変わらずのデザイン、ちょっと変更はされてるんですよね、デザイン確か、そうですね、はいはい、ですけどちゃんとこの辺もしっかりついてるこちらの車両になっております、うん、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、インテリアに関しては、まあ、正直あの10年経ってますんで、そうですね、僕が改めて掘り下げるまでもなく、うん、皆さんの方がおそらく詳しいと思いますんで、そうですね、サクサクっと、はい、で今回ピュアエディションなんでこの真っ黒内装、はい、そしてですね、なんか細かいところ見たら、はい、このステッチも2014年から変わってるらしいですよ、はい、あ、そうなんですね、色が変わってるのとこのステッチの幅、はい、うん、もう変わって少し雰囲気が変わってるそうです、うん、なるほど、あとメーターはおなじみ の,、はい、あの国産車とは思えない300キロオーバーのこちらのメーターですけど、すごい、これも2014年からカーボンになってるそうです、うん、なるほど、はい、だ多分そういう細かいとこ拾っておくと、うん、なんで土ここ紹介しないんだよとかいっぱいあると思うんですけど、はい、あのご了承くださいませ、はい、そしてですね、ナビモニターというか、はい、まあ、通常で言ったらナビのモニター、そうですね、はい、このマルチファンクションメーターなんですけど、はい、これってあのグランツーリズモ、うん、ゲームの、はい、あそこを開発した会社との共同開発らしいですよ。お、そうなんですか、らしいっす、へー、だ多分、うん、あのユーザーインターフェースとかが多分そういう風になってるんじゃないかなと、あ、なんか、まあ、視認性だったりデザインだったり、はい、表示するものだったりとかっていうのがそういった会社も関わってるらしいっす、はいはい、で見えないところですけど、うん、年々各部も強化されてて、うん、このバルクヘッド、はい、ファイアウォールのところの補強も、うん、もう何年に追加とか、確か2014年でちょっとしたパーツが追加されてこう補強されてたりとか、はい、この後紹介しますけどエンジンルームもカーボン の, あのタワーバーチックなのが追加されたりとか、はい、なるほど、あの後ろの席の下にも追加されたりとかで、はい、うん、まあ、結構こう毎年本当にブラッシュアップされてる、素晴らしいですね、はい、車になってるそうです。あとこちらバックモニターがオプションなんですよね、はい、うん、こちらの車は、はい、ついてます。あ、ついてるんですよ、はい、なんかブラックエディションとプレミアムエディションだけ標準だったということで、あ、そうなんですね、中にはない個体もあるみたいなんですけど、はい、こちらの車しっかりついてるということで、はい、こんな感じの内装になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、うん、この、フードのこのダクトがダクト、ね、なんか 3,4 を思い出させるんですよね、確かに片っぽだけですけど、うん、はい、っていうどうでもいい話が、はい、でどうでもいい話のついでに、はい、日産って意外と過去のスポーツカーってこのダクトつけてますよ。あ、そうなんですか、はい、あんまりこうパパって今思いが 130Z とかもっとでかかったですけど、こういうダクト、あ、そうなんすか、はいはいはい、へー、知らないですか、知らないですそしてフード結構今重たいなと思ったんですよね、はい、ちょっとダンパーがないですよね、なるほどなるほど、はい、軽量化のために、まあ、この辺もチューニングのパーツいっぱい出てますからね、そうですね、はいはい、そしてこちらに収まるエンジンがもうこれも僕が紹介するまでもないと思うんですけど、はい、3799cc V6 ツインターボ480馬力でスタートした GTR ですけど、はい、550馬力まで途中からアップしてますん で, はい、でトルクの方も 64.5 キロ、うん、で6速オートマ、はい、DCT ですね、うん、で皆さんご存知のところ一人の匠が組んだ、うん、はい、もう AMG じゃないですか、本当ですね、 AMG とか、あと最近あの GR のエンジンなんかもそうですね、職人さんが組んでるやつですよね、はい、でこれびっくりしたんですけど、うん、あの組んでる職人さんって4人しかいないみたいですね、めっちゃ忙しいじゃないですか本当ですか、だからめちゃくちゃ非効率的なことやってると思うんですよ、確かにね、はい、ただ今まで国産車であんまりこういうの塗ってなかったんで、はい、まあ、組んだ方のこのサインが入ってるという、はいはい、こちらのエンジンになっております。であと細かいところで言うと、うん、あのプロペラシャフトもカーボンになってたりとか、はい、で後ろに1回持ってってクラッチとミッションがあって、うん、それを4駆なんで前に持ってきてるっていう、
結構複雑な形状を取ってると、はい、であと中期から、うん、あのエンジンの伸びが非常に良くなってるみたいですよ。でそれはなんか燃料噴射の精度がアップしてたりとか、はい、あと下級圧低下対策がターボユニットに施されてて、うん、はい、結構その辺なんかもこうコンスタントにちゃんと馬力が出せるような改善がされてるそうです。ただ出力的には途中からと変わらないので、はい、まあ、馬力的にアップしてるわけじゃないですけど、味付けの方が2014年からかな、うん、中期からかな、変わってるそうです。すごいよね。だってそうブラッシュアップし続けるって、ずっと開発し続けるってことですからね。そうです、素晴らしいですね。なかなか、しかもこうエンジンが主役とまではいかないですけど、もう主役級の存在感がある車って最近あんまりないと思うんですよ、ね、いやないですよ。だってメーカーも2年に1回とか3年に1回パワーアップさせるマイナーチェンジのためにっていうのが前提じゃないですか。よっぽどのリコール対象になるようなことがなければ。国産 GT カー黄金期 の90年代って言ったら、うん、社名言われたらエンジン型式が出てくる感じだったんですけど、はい、最近あんまりないじゃないですか。そうですね、確かに。それこそ 1J とか RB とか SR とかで、ね、すぐ思いつくエンジンあったんですけど、はい、最近ないんで、本当にここに関してはかなり貴重な存在に今でこそなってくるのかなと、うん、エンジンありきですね。そうですね、素晴らしい。でこのスペックのほどはこの後乗ってみたいと思います、うん、はい、行きましょう。はい、はい、お願いします。ガソリンも今入れたところで、はい、行きます。行きましょう。このスタートの時の音が、うんうん、ただものじゃないなって感じしますよね。ですね、もうカラカラ音が、はい、はい、そしてシフトはこのゲート式になるのかな、一応ボタン押さないとダメですけど、はい、はい、いいな、うん、はい、そしてシート、これちょっと特徴的な調整ですね、はい、でっかいダイヤルみたいのついてて、うん、そうなんですよ。で上げてもシート全体は上がんないですね、はい、お尻の後ろの方だけハイトアジャストされる感じということで、はい、はい、いきます。いきましょう。何度か動かしたことはあるっす、うん、はい、ただ、ま、高速道路とか、うん、街でこうプーンっていうのはないんで、はい、はい、恥ずかしながら、うん、恥ずかしい、すいませんよいしょ。ステアリング軽くなってるって言うんですけど、すっごい切り応えありますよ、はい、本当ですか、はい、ってことはもっと本当重かったってことですね。見たいっすよ、乗り比べたいっすよね。そうだね、はい、初期の車を僕乗ってました、乗ってましたっていうか、自分じゃなくて、はい、その乗った時あるんですけど、はい、とにかくミッションのそのガタガタというかガシャガシャ音がすごかったんですよ、はいはいはい、これ DCT は正直言いきますね、はい、結構2世代ぐらい前じゃないかなっていうぐらいの変速というかつながりっすね、これ。そうですよね、はい、うん、でも決して悪くない、はい、いやこれがなんか高級セダンとか、うん、なんかスポーティーカーぐらいだったら、うん、いやもうちょっとスムーズにならないと思いますけど、うん、この車のキャラクターだったらむしろなんか GT3RS みたいなスパルタンサの方で感じるっす、はい、うんうんうん、はい、あステアリングでもそんなに重くないっちゃ重くないかな、でも結構切り応えあるっすね、はい、わあとこれすごい繋がった時がガツンってなる、なりますね、はい、でブレーキはですね、うん、泣くのが標準化っていうぐらい、はい、標準です、はい、今キーッて漏れなく、はい、いやでもこの車だったら全然泣いても OK な気がします。なんかそんなイメージはでもありますよね、うんうん、ガシャガシャ言うのと、これすごいな、うん、だってこれが一番最初が2008年ですよ、2008年か、はい、だってもっと前のコンセプトから言ったらもう 1,2 年前からってことですね。あ、そうですね、2006年とか7年とかかな、そんな前にこれを設計します、ね、そうだよね、そう考えるとね、はい、で今低速で走り出したんですけど、やっぱり少しこうつながりはちょっとガツンガツンって感じですね、うん、はい、で街乗りも、うん、ああ結構硬いっすね、うん、はい、これは今コンフォート両方コンフォートっす、ノーマルモードっす、ノーマルモード、はい、じゃあ R にします。そうですね、はい、ぜひ。じゃあ全 R で、はい、全 R で、はい、大丈夫ですかこれ。いやそれはじゃあトラクションコントロールだけ聞かせましょうね、はい、いきます。はい、お願いします。うわすごいな、いきます、はい、すごい、めちゃくちゃ力強いですね、そうです、はい、重さは感じます、感じますね、はい、すごい車重のものを、うん、すごいトルク感と、うん、グリップで前に出してる感じ、あ、分かります、はい、重量物が動いてる感はありますよね。そうですね、うん、だから前回乗らせていただいたピスターとか、はい
あのその前乗らせていただいたポルシェとかと、うんうん、もう全然アプローチの仕方が違う気がする。あ、確かに。だから確かにこれちょっとポルシェのライバルっていう土方さんも多分同意見だと思うんですけど、はい、気持ちはめちゃくちゃ分かります。なんかね、はい、あれカテゴリー違うんじゃないのっていうぐらい、うん、あの走りに対するその、うん、攻め方が違うというか、はい、けどこれとんでもなく速いしとんでもなく安定しますね。あ、そうですか、はい、だって踏んでも怖さゼロっすよ。あ、またアウディとかと違う怖さゼロっすよ。なるほど、はい、めちゃくちゃ安定してる、うんうん、あとパドルがこの世代までは確かハンドルについてきてないんですよね、はい、こっちのコラムについてる方のパドルということで、うんうん、はい、動かないってことですね。で今もう高速で流す分にはすぐ6速入っちゃって、うん、はい、はい、うわ結構激しゃく感ありますね。そうですね、はい、うわこれはなんか新鮮な感覚だな、うん、あと接地感とかも、うん、なんだろうな、あのヨーロッパのピュアスポーツとかと比べると、うん、またちょっと違う感じするっす、うん、なんかタイヤの転がってるところまで分かる気がする車あるじゃないですか、はいはい、そういう感じではないっすね、うん、でもしっかりステアリングのインフォメーションは返ってくるし、うん、なんとなくこうタイヤの向きとかはこうイメージできるというか、うん、はい、あと車がもう本当に全体的に押し付けられてる感じなんですよね、うん、地面に、うんうん、前も重いけど後ろもしっかりグッっていう、はあ、これ不思議な感じするな、うん、で乗りやすいのはめちゃくちゃ乗りやすいです、うん、だいつでもどこでも誰でもっていうのは分かるっす、うん、これ。ああそうですか、はい、これあと合成ドア閉めた時とかびっくりしますよね。すごいですね、はい、これは本当すごいと思います。これ年々ブラッシュアップしてるんですよね、はい、本当にポルシェの RS モデルとか、うん、あのまあ、フェラーリとかスペシャルモデルとか憧れるっすけど、うん、ぶっちゃけ現実味がない、うんうんうん、GTR めちゃくちゃ現実味あるじゃないですか。そうですね、はい、だってしかも今結構幅広いっすよ、うん、価格帯も、うん、そうなんですよ。探せばこういう状態のいいもの出てきますからね、まだまだ、うんはい、でまあもちろんその故障だったりとかっていうのも、はい、まあ、走り込んでいけばあるかもしれないですけど、うん、まあ、もちろんその部品も高いっていうのはあるかもしれないですけど、はい、もう国内でもう触り尽くされてるじゃないですか、はい、そうですね。でそれこそ出た当初はミッショントラブっても、うん、ミッションの内部のパーツ出ませんとか、うん、例のランフラットも、うん、なんかニスモのなんかセンターじゃないと交換できなくて、はい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 、タイヤもバカ高いですみたいなこと言われたんですけど、うん、今は別に普通にそうですね、はい、やろうと思えば別にタイホイール交換もできるし、うん、はい、だって国内のチューナーがなんかいろいろやったりとかしてるっすもんね、はい、あのミッションみんなでバラす動画とかも見ましたよ。ああ、そうですか。へえ。3号 GTR が出た当初に、はい、その国内のチューナーが集まって、うん、事故車か故障車なのか分かんないですけど、うん、ミッション下ろして全部自分たちで開けてみるっていう、うん、へえ。そうしたら「あ、何このパーツここのじゃん」みたいな、あ、これ多分出るぞみたいな。なるほどね。多分今も YouTube とか動画残ってると思うんですけど、へえ、あったりとかするんで。クラッチ、デュアルツインクラッチじゃないですか、はい、クラッチ自体がボルグワーナーでしたっけ。あ、そうなんですか。そうで、確かミッションの中はなんだっけ、愛知なんだっけ、日産そのここの名古屋にある愛知機械。あ、そうなんですか。そうですね、確かミッションの中身がそうで、クラッチがボルグワーナー社製で6速ツインクラッチですね、確か。いや、このつながりがもう笑っちゃうぐらいレーシングっすね、はい、ガラガラ音すごいし、うん、これは確かに、うん、普通の乗用車っていうか普通の市販車、うん、売ってる現場から、うん、これを作るって言われたら、うん、ちょっと待ってって、まあ、言いますよね確かに、はい、これはわかる。なかなかこう、まあ、GTR っていうそのネーミングな名前なんで、まあ、まだ許されるかもしれないですけど、普通の車でスポーツバージョンなんでって言ったところで普通の人に収めたらこれクレームの嵐ですよね。クレームになりますね。ああ、こんなうるさいし、ああ、これは間違いなく壊れてるっ
って言われちゃいますから、まあ、多少のギクシャク感はあるんですけど、今名古屋高速渋滞してて30キロぐらいでも、うん、まあまあ別にストレスなく、まあ別にね、はい、普通ですよね、はい、はい、スポーツカーという概念から考えればでマニュアルなくしたっていうのも3号から、うんうん、まあ、それもあるのかなっていう、うん、誰でもどこでもっていうのは、うん、そうですね、実際に GCT というかその何2ペダルミッションの方が早いですしね、はい、まあ、マニュアルの設定あってもよかったかなっていう気がしますけど、うん、またそうするとまあリアに持ってってるからいろんなのがあるんでしょうね、多分、うん、と思いますね、これすごい、とにかくこの箱感すごいですね、うん、僕前職で323334は、はい、めちゃくちゃ触らせてもらったんですよ、うん、まあ、チューニングの方じゃないですけど、はい、カーセキュリティつける仕事してたんで、うんうん、かなり盗まれるんで、あ、それこそ本当にいろんな車、うん、ノーマルのから改造のから、うん、限定車からいろいろ触らせてもらったんですけど、うん、3号出た当初ぐらいで転職してるんで、うん、はい、あんまり3号に関しては触ってこなかったんですよ、うんうん、で改めてこう今日見させてもらって運転させてもらったんですけど、うん、繋がってますねやっぱり、うんうん、なんかインテリアとかも、うん、なんかすごいこう歴代の GTR っぽさ残ってるし、うん、まあ、出た当初はこんなに変わっちゃったのと思ったんですけど、はい、今となってはこのマルチファンクションでなんか34のちょっと彷彿させるし、うん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 、メーターデザインとかなんかもそうだし、なるほど、はい、あとなんかこのダッシュボードのこの丸みもなんか32とかになんかつながるものを、はい、感じますか、はい、なんか感じます、うん、奥行きはまあもちろん32なんか全然あるっすけど、うん、はい、32もだってレースに勝つために生まれてきた車ですもんね、うん、なんか僕32出た時、はい、その、まあ、当然買えなかったですけど値段も高くてでも憧れるじゃないですか、でこういろいろ読み聞きすると、はい、その言ってみたらエンジンって排気量めっちゃ半端じゃないですか、はい、なんで 2.5 でもないのに、はい、2.6、はい、2.6 までいったんならもうちょっとスーパーアップして 2.8 まで持っていかないの、はい、とか、はい、いろんなこと言われたじゃないですか、はい、でも日産の言ってることは、はい、嘘か本当か知らないですよ、はい、でも日産の言ってることは結果として 2.6 リッターになったんだっていう、2.6 リッターとして開発したわけじゃないっつって、いろんなことを考えてそのピストンだとかコンロットだとかレースに勝つとかいろんなことを考えて結果これが一番だベストなんだっていうふうなことを読んだ記憶があります。嘘か本当か分かんないですよ、分かんないですけどそういうのを読んだ気がしますね。なんかやっぱり当たり前ですけどこういう名車と呼ばれる車なんで新型を開発するにあたってもちゃんとしたストーリーが出来上がってるんですよね、メーカーとしてそこに至るまで考えに考え尽くされたものだってことでしょうね。そしていろんな話に尾ひれがついて、はい、どこまであることないこと結構そう、はい、結果都市伝説みたいになってきちゃうっていう、はい、行きましょう。じゃあ道が空いたということで、はい、行きましょう。少し踏んでいいですか。はい、すごい。ああ、なんか今のこう、はい、平らなところでの、はい、こうなんか加速の時って、ああなんかポルシェみたい。なんか リアが食ってる感じがわかります、はい、助手席で。これすごいですね。すごい安定感、うん。これどこまでも踏んでいけるっすね、うん。すごい安定感。正直、うん、低回転はそんなにこうレスポンスいい感じじゃないし、うんうんうん、踏んでもすぐキックダウンする感じじゃないですけど、そうだね、マニュアルでこうパドルで下げてあげて、うん、少し高回転キープしてあげると、うん、とんでもないしよ、生き生きしますね、はいはい、これすごいな、うん、これ安定感で言ったら、うん、欧州勢の四駆の比じゃないかもしれない。そんないいの。そんないいっす、クアトロよりいい。めっちゃいいかもしれないです。本当、はい、地面とくっついてる感じ半端ないですよ。あ、重いからなのかな、うん、多分それの重量な、その重量のこともほらね言ってたじゃん、土、はい、
あと正直そのバランスのバランス、あ、それもあるかもしれないですね。うん、まあ、重量物後ろに持ってきてっていう、なんかこうメカニカルな感じでグリップ稼いでるというよりかは、うん、メカニカルっていうかその制御的なものでグリップ稼いでるっていうよりかは、はい、なんかもう物理的になんか車が地面とくっついてる感じするんですよ。あ、そういう感じなの。はい、あ、めちゃくちゃ足回り頭いいなっていう感じより、うん、なんかすっごいどっしり、これすごい、早い早い早い、これあの怖さゼロっすね。へえ、はい、これはすごい、めちゃくちゃ新鮮です。そうですか。なんかこういう車、あのもうちょっとこうタイトなところ走ってみたいですね。あ、そうですね、タイトコーナーの連続とかね、はい、どういう風に動いてくれるのか。いや、なんかこれ毎年違うっていうんだったら本当に新しい目のやつのニスモとかも乗ってみたいですよね、うん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 。やっぱりブーストの立ち上がりはやっぱりこう勝手にこうバッてなるわけじゃないんで、うん、はい、ギア高いとそのまま、うん、そのギアのままなんで、うん、はい、瞬発力で言ったら最近の車の方が全然、うん、はい、なんか多分その辺も改善されてるのかな。あのニソモのそのスペシャルエディション乗った時は、はいはい、もうちょっとブーストの立ち上がり軽かった気がします。いや、マジでコーナーも全然怖さゼロっすよ、これ。ほんと、はい、こんなとこどうですか。うわ、しかも結構曲がるし。いいっすか、バランスいいっすか。いや、これは、はい、めちゃくちゃ速く走れるっす。ちょっとあれ、大丈夫ですか、水野さんに忖度してないっすか。してないっす、してないっすか。してないっす。いや、僕はあの方のレビューめちゃくちゃ好きなんですよ。ああ、はい、いや、僕も好きです。めちゃくちゃ印象的なのが、うん、GTR の開発の時に、うん、なんか広いサーキットだっけな、すっごい広いとこかな、うん、ほぼハンドル持たないで運転するんですよ。はい、もう これしか持たない。はいはいはい、はい、要は車の行きたい方向をなんかその確認するみたいな。なるほどね。そうで、こう握っちゃうと、はい、その手でこう曲げちゃったりするから、うん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 、本当に車が曲がる方向になってるのかどうか分かんないから、これしか持たないみたいな、うんうん。そんなことやるんだと思って、うん、でもさ、僕はそんなあのプロでもないし開発の人間じゃないですけど、はい、自分でこうレースをやってる時にそのアライメントを取るじゃないですか、はい、やっぱり車の動きを知りたいから、はい、なるべくこうハンドルって軽く持って添えるだけで。そうです、はい、で ABS 入るギリギリのブレーキングをしてみたりとか。おー、いいですね。あー、安定してる。これすごいっすよ。あー、そんなにタックイン入らないんだね、アクセル戻しても。いいですね。もうずーっとこうオンしてもオフしてもグーっていう。これはすごい新鮮。僕は乗ってこなかったんで、はい、ただ最初に戻りますけど、はい、時代は感じるし、正直その DCT の部分だったり、ね、インテリアのデザインだったり、はい、うん、はい、ただもっといろいろ乗ってみたいなと思ったっす、うん、いろんなシチュエーションでも、うん、いや、勉強になりました。よかったです。はい、ありがとうございます。とんでもないです。じゃあ最後になりますけれども、うん、いや、今回めちゃくちゃ勉強になりました。僕も勉強させていただきました。あの、なかなか職業からあの国産車のこういう GT カーとかスポーツカーって触らせていただく機会なかったんですけど、個人的にでもいろいろ乗ったりとか触ったりする機会もっと作っとけばよかったなっていうぐらいめちゃくちゃ勉強になりました。なんかちょっとだけ欲しくなっちゃいました。いや、僕もちょっと欲しいんですよね。GTR これからちょっと探そうかなっていうぐらい。はい、で、今回のお車こちら下取りでご入庫いただいた車ということで、はい、やっぱり素性もこの辺気になるところじゃないですか、はい、そうですね。その辺しっかりしてるっていうのはかなりおすすめになるのかなと、はい、というわけでぜひお早めにお問い合わせいただいた方がいいですよね。はい、もちろんです。というわけで今回は日産 GTR ピュアエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。